でしょ、ほら、見て見て、本当だ、ほらほら気持ち悪いな、なんでこれ違ってたんですよね、警官なんです、そういうほら、血が垂れてんの気持ち悪いおかしいよね、だからこれ事故って死んでその血が出ちゃってそんな感じがするんだけどね、これ馬頭観音がなんかあるんだろうな、これ夜中にでも本当見たら、うん、やばいよねこれね、警戒人形絶対的に、あはは面白い顔ってね、どうかんなんで、余計なことが起きないかねえ、今マジックさん、マジックさんね、そうね、空間手ぶれ、うん、結構15度ね、横でね、全然ぶれないもんね、すごいよね、やっぱね、昔もいいし、あれみたいですね、あのジンバル使ったみたいな感じです、うん、すごいよね、全然ほら、こういう、あ、だからこっちで別にぶれてもこっちはぶれないです、ね、うん、そう、ぶれないように調整してくれるんだよね、あ、これでしょ、すごい楽だよね、ほら、いいな、これね、あれ、こっち買えばよかったな、普通に買えたんですよ、そういうのこっちだ、やっぱりパナソニックもどうしようメルカリで売るか売って、それを資金で買う、全然いいよね、うん、警官人形、警官人形、もう喋るの聞こえてるよ、何何これ、わかんない、どんどんって言ったの、どんどんって言った、うん、なんかね、落としましたね、ね、この間も落としたんだよ、前前の疲れしたよ、なんかね、うん、前の疲れた、うん、あ、また落とした、また落とした、普通でもいいんだ、うん、結構事故多いらしいよ、うん、警戒人形できた、赤出てんじゃん、赤だよ、赤赤赤赤赤赤赤、やばい、これそうなんだ、うわ気持ち悪いね、え今映像捉えました、捉えた、赤撮った、なんだ、さ赤連発だな今日ね、えあ、また赤赤赤、ほら、なんでこんな赤なの、壊れちゃったこれいやいやいや、いるの、どう、疲れてるんですよ、完璧、いやいやいや、うん、そんな多分ついてきてんじゃない、そんなそんな、多分事故はそんだけ多いってことですよ、ってそうだよね、だってさっき車の中でやってたけど、うん、また赤来た、うん、やばい、やばいってことですよ、やばい、もう完璧についちゃってください、やばくないこれ、今日赤多いよね、やたらとね、うん、こんなになんないよ、さっき車の中でグリーンだったんですよ、そう、グリーンだったんですよ、やっぱりついてきてんじゃない、多分多分、おそらく、ね、これになんかあるんじゃないですか、だって赤だよ、まだなんないか、あんのかな、でも今緑になってね、え、なんか、うん、なんかあるんですよ、なんかあるね、事故が多かったってことは、うん、人が死んでるってことで、あ、なんか落ちてる、何ただなんか謎の忘れ物が、結構綺麗ですよ、バック、あ、これに反応してる、マジ、本当だこれ、これ何、何、なんでこんなすごいの、これ、これ、触ってはいけないあれじゃないですか、うん、そう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 、絶対なんかあるよ、うん、すごいなんか嫌な霊波を拾ってる、うん、ここって怖いよね、赤だ、ね、また赤なんだけど、おかしくね、これ、うん、やばくない、なんか赤ばっかで、ね、ただ本当これだってやば、やばいですよね、でも、うん、ね、魂入ってる感じだもんね、そうそう、だってもう実際事故が多いから、うん、赤だ、うんうん、もう赤しか出ない悪い
気温だから、しかも今湯清水時だから、うん、そう、サチやろ、みんな壊れるか、うん、だってまだ経営者にもらってこれ、うん、電池交換したばっかだし、うん、ね、大丈夫だと思うけどね、うん、そんな乱暴な扱いしてないですよ、うん、ね、うん、ケツさんだってこれ夜中に赤に光っちゃったんだけど、夜中には昼間、昼間見えるとこに昼間、昼間、うん、昼間行ってて、うん、昼間行ってて、ね、うん、何で昼間になるのって俺もね、濃いブルーでね、点滅しました、夜中 に、うん、夜中にいきなり光ったからちょっとビビっちゃった、うん、たまにあるよね、ふっと見た時に赤くね、光ってるとか、なんか10分おきに検知してるらしいんですよ、うん、ね、そうですよね、でやばい気温が24時間見張ってるっていうことしか知らなかったから、うん、そうそうそう、うん、音鳴らないだけでもよかったけどね、うん、あれで音鳴らないだけたまったもんじゃない、怖いです、怖いです、一回部屋出ちゃいますね、ね、うん、やばいよね、うん、広ちょっと私一回やらせて、俺やらせて、俺に打つ、私がやるとパケタンがもうずっと赤にしかならないんだけど、赤に、赤にしかならない、うん、え、ダメじゃん、ダメだよ、じゃあ 俺がやろうか、あ、そうですね、交代でちょっと、うん、ちょっと赤っぽいのが増えてない前より、ただケンズさん、これなんか地震予知の能力もあるらしいんですよ、地震来るかな、あ、もしかして今でかい地震来てるから、あ、そうですね、これ紫になったら完全にやばいですね、あ、紫、これ、紫の数字ってないんだけど、本当はなかなかないんだけど、紫になったらもう地震来るんですよ、今大丈夫だと思う、うん、多分なんかあんまり悪い気がある、うん、じゃあもう最高記録じゃないですか、やばいよね、多分地震、うん、地震ってんだろうね、うん、あ、姉さんありがとうございます、お疲れ様でございます、でも今ブルーなって落ち着いて、ちょっと守護霊的なのが、うん、分かんないけどね、本当にやっぱノベルビデオで顔がギロッと隣に馬頭観音って結構昔からある、あの多分これ江戸時代ぐらいからあるやつですね、あのちょっと夢中になって車を車突っ込んでくるから、あの突き方とかで見ると汚れ方で見るとかなり昔から、まあ、大正時代もあるよ、馬頭観音の供養って、うん、